新型インフルエンザの発生で修学旅行を一旦延期し、再実施した学校の生徒を乗せた新幹線修学旅行専用列車の第1号が8日午前 JR 京都駅に到着し、門川市長や京都観光推進協議会のメンバーらが出迎え、歓迎式が行われました。京都駅の新幹線コンコースで行われた歓迎式では、琴の演奏や侍姿の俳優によるパフォーマンスが行われ、千葉県、埼玉県の公立中学校13校、約2000人の生徒たちを出迎えました。京都市には毎年約100万人の修学旅行生が訪れますが、今春は新型インフルエンザの影響で、全国のおよそ1150校、約15万人にも上るキャンセルが生じていました。この状況を何とかしようと、京都市や京都観光推進協議会が、ぜひ京都へと粘り強く行ってきた政府や全国の学校、教育委員会への取り組みの会もあり、現在では修学旅行を延期した学校の 95% が再実施を決定しています。再実施第一陣を出迎えた門川市長は、日本人の心のふるさと、精神文化、伝統文化の原点、京都での修学旅行が皆さんにとって忘れられない一生の思い出、素晴らしいものになると確信しています、と感慨深げに述べました。